皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。26日放送の TBS 系 CDTV ライブライブ2時間スペシャル夜7時に出演するアーティストと楽曲が発表された。今回はドラマ映画主題歌フェスと題して現在放送中のドラマから平成のヒットドラマ 今年注目の最新映画の主題歌が集結する。まずは、同局系で放送中の3ドラマの主題歌をそれぞれフルサイズでテレビ初披露。日曜劇場、さよならマエストロー父と私のアパッシュオナート、から、アイナジ・エンドが自身で作詞作曲したミドルバラード、宝社火曜ドラマ、I Love You、からは思いの丈が、 キャッチーなサビが印象的な「幾億光年」。金曜ドラマ「不適切にも程がある」からはクリーピーナッツがドラマのために書き下ろしたドラマの世界観にぴったりと話題の「二度寝」を歌唱する。その他話題のドラマ、映画、アニメからもフルサイズテレビ初披露となるライブを届ける。まず映画主題歌から 西川隆則は、機動戦士ガンダムシードフリーダムの主題歌、フリーダムをパワフルに歌い上げる。リトル・グリー・モンスターは映画、カラオケ・ユコの主題歌で、X ・ジャパンの名曲をカバーした、ベニーを府中私立府中第四中学校の60人を超える合唱部と届ける。スパイエアーは、劇場版配給。 「ゴミ捨て場の決戦」のエモーショナルな主題歌である「オレンジ」をフルサイズでテレビ初歌唱そしてドラマ主題歌からは「セクシーゾーン」が2024年の第1弾シングルであり中島健人が主演を務めるドラマの主題歌「パズル」水曜日のカンパネラは福田牧三時のヒロイン が主演を務める話題のドラマのために音楽プロデューサーのケンモチヒデフミが書き下ろした、幽霊と作家、スキマスイッチは田中圭主演の人気ドラマシリーズ最新作の主題歌で、愛する人への抑えきれない思いをストレートに綴った、ラビンソング、オクトパスはメンバーの太田俊生が出演しているタイムリープサスペンスドラマの主題歌、オクターブ、をフルサイズで披露する。 さらに D51 は仲間幸恵が主演した平成ヒットドラマ「極戦」の主題歌「ノーモアくらい」を歌唱する。また人気企画の名曲ライブ「ライブ」では仲間幸恵と阿部寛が主演の人気ドラマシリーズの「トリック」のエンディングテーマである鬼塚千尋の「月光」を アイナジエンドが彼女ならではの美しい繊細な歌声で歌い上げる。どこで思いますかコメントセクションをチェックして次のビデオを見てください。